日本宮城県仙台市、泉区町名家球町名家球は、宮城県仙台市泉区に所在する地名。町名家球1丁目から6丁目及び町名家、岡東で構成される。仙台市泉区中南部に位置する住宅地。約144ヘクタールの面積を持ち、計画個数を約2630個、計画人口を約1400人として、 七北田丘陵中北部に造成、分譲された。東に、鴨団地、西に、南中山団地、南に、桜川岡団地、カビラ団地と、三方尾団地に囲まれ、北側は、崖となっており、その下に、都度が、沢田目池が広がる。外苑部を、東北自動車道、宮城県道264号大平仙台線、市道泉7号荒牧根の白石線、 宮城県道三十七号仙台北環状線に囲まれ住宅地内を指導線四千八号町名気球、幹線二号線が10段、指導線四千九号町名気球、幹線三号線が横断、指導線四千十号町名気球、幹線四号線が環状に走る。町名が丘公園のほか、十一の外区公園と二つの緑地が整備されているほか、 東海で契約カツラが住宅地を通るすべての幹線道路に街路樹として植えられている。住宅地内を走る2つの幹線道路の結節点に当たる4丁目5丁目付近にスーパーをはじめとする商業施設を配している。造成前の地名が上谷狩り座町港であったことから町名気球と命名された。町名は中世の豪族町名氏に由来し町名館。 町明亭、町明滝不動村が隣接する。旧泉市、上上がりに町明が、丘ニュータウンとして、大和ハウス工業によって造成された。2017年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ありがとうございます。